C-2 グレーハウンド C-2AC-2 グレーハウンドはアメリカ合衆国のグラマン社が開発した輸送機。愛称はグレーハウンド。陸上から洋上の航空母艦へ補給物資を輸送する艦上輸送機として運用されている。原型機の E-2 と並んで飛ぶ C-2A アメリカ海軍は COD 機として C-1 トレーダーを運用してきたが、 1962年、より高性能の機体を求めた。これを受けて、グラマン社では、当時開発中であった E-2 環状相機計回帰を改造し、COD 機とすることにした。1962年5月に C-2A として、29機の発注を受け、開発が開始されることとなった。E-2A より2機を YC-2A として改造し、 改造された試作機は1964年11月18日に初飛行した。1962年に29機の発注を受けたものの、1967年に17機を生産した時点で残りはベトナム戦争の影響もありキャンセルされた。1978年から1982年にかけてこれらの初期生産機は構造の強化や 空中給油受油装置の装着などの改良を受けた。C-1 の体液及び C-2 初期生産型の体液に伴い、1982年に C-2 の再生産が決定された。1984年から1990年にかけて後期型39機が生産されている。この後期生産型には生産当初より近代化が行われており、 1985年から第24、艦隊兵艦支援飛行隊に配備が開始された。後方より見た C-2 ビブローディングドアを開いた状態 C-2 は E-2 の発展型で、直線翼の主翼を高翼配置している点と、主翼が折りたたみ可能である点が E-2 と共通している。しかし、各所が解説系され外形の印象はかなり異なっている。 まず、輸送任務には不要のロートドームが外されている。胴体も輸送用に改め設計されたほか、ビブにはローディングドアが設けられている。ローディングドアの設置に伴い、尾翼の位置も上型に移動し、水平尾翼の上返りずのは廃止されている。なお、ロートドーム廃止により、飛行安定性が向上するため、4枚の垂直尾翼も一部小型化されている。ペイロードは、 最大7.7トン。貨物は463リットルパレットシステムにより搭載される。パレットは最大3枚搭載可能。人員は座席設置により最大39名を輸送可能である。C-2 はレシプロエンジンの C-1 と異なりターボプロップエンジンであるため空母の燃料系統を Z 燃料に統一できるという利点もあった。 ありがとうございます。